みんなどうやって釣ってんのこれ。すごいね。むずすぎ。むずすぎ。難しすぎ。今日釣れてる人誰も見てない。なんか4人ぐらい、最初4人ぐらい、私の他に4人ぐらいいて、今違う人がまた入れ替わって2人入ってるんだけど、マジで誰も釣れてない。どうなってんだ。ひとまず休憩です。増えてもうね、5メートル間隔で人がいるみたいな感じだったから、マジでちょっとねやりづらくなっちゃって、近かったんで土浦まで移動してきました。移動してきたんですが、もう3時、もう残り時間が少ないですね。3時、いやー、もうでもなんかさっき久々バス見れてね、ちょっと嬉しかった。わあバスだーと思って、久しぶりに見た。霞ヶ浦もあれだよね、釣りしちゃいけないところと釣りしていいところがなんかパッと来ただけじゃ分かりづらいよね。ずっとぐるーって行ってるとさ、こっからここまでっていうのは分かるんだけど、パッと来た時にちょっと分かりづらいところはあるよね。その辺は気をつけながらね。ただ霞ヶ浦も釣れてないんでしょ最近。お聞きしますよ、釣れてないって。あ、この辺釣りいいのかな。あ、この辺釣り OK だ。うーわ、何この人。え、何だ、めちゃくちゃいるじゃん。いやー、もうこんなさ、広大な釣れる気しないよこんなの。どうしたら釣れんの。本当にちっちゃくてもいいから本当に釣りたい、マジで。本当にく釣れる気配がないです。全く釣れる気配がないんですが、この際なんで、このね、スリークマイキー115、でもなんかうようよしてるベイトが多分これぐらいのサイズなんで、ちょっともう日が落ちるまで巻き倒します。
はい、終了いたしました。もう全然ダメだった、悔しい。あー、これからまたさ、どんどん釣れなくなってくるっていうのによ。マジで。あー、悲しい。ダメだ、修行が足りん、修行が足りんぞ。とりあえずなんか一人怖くなってきたから車に戻ろう。はい、無事に、無事、無事にではないけど、いやー、今日も歯が立たなかったですね。めっちゃ悔しいです。わからん、もう、わからん。ちょっとまたいろいろ。本当は、池でもっと粘りたかったんですけど、どうしてもちょっと人が多すぎたので、まあ、土浦本湖に来て、土浦本湖土浦の方ですね、霞ヶ浦本湖に来たんですけど、全然、全然わかりませんでした。乾杯でございます。いや、でもなんか、癒されましたね。なんか一人でぼーっとしてっていうのは、楽しかったです。はい。ちょっとマジで最近バス触れてないんで、本当にいつか見てろよって感じですね。ちょっと頑張ります。もうちょっと修行が足りないんで頑張りたいと思います。はい。では最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ほいじゃのー。